定的なチャンスを迎えたシーンでした。トス触る、さあオマーン、コーナーキックが続いています。ミドル拾いたい、チャンスを演出できるか、ボールが迫る、さあどうする、つながります、パバール、フランス起点となるアクションを作っていけるのか、さあ左へ預けて大きく縦へ、ジルー、これはいいディフェンスです、スルーパスを狙う、どうする、さあどこに出してくる、さあカウンターのチャンスになります、一人で行く、シュートもあります、自分で行く、止めた、オマーン、アワヤというシーンでしたがここはしのぎます、チャレンジはしません、後ろに流す、パバール、前半の中盤に差し掛かりましたがまだスコアに動きはありません、スルーパス、パバールからフェティール、いい展開ですね、クロスを上げる、ここ拾って次につなげたい、オマーン、どう入るか、さあカウンタースピードを上げたいところ、これはつながりません、ユカエルなんです、パバール、テキール、コマン、長いボール縦へ、渡ります、カウンターを仕掛けていきます、コマン、ピッチの使い方広くていいですね、グリーズマンから緩いフィードボール、ジルー、オマーン、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました、しかし惜しいシーン、ドリブルで仕掛ける、スルーパスを狙う、これは旗が上がっています、スコアはまだ0対0ですが両チームともにシュートが多いという印象です、シュートっていう点で見ると両チーム互角かなっていう感じですかね、この時間帯で先制した方がかなり有利になるんじゃないかなと思いますけどね、オマーンとしては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね、はい、相手が引き気味になっている時ほどこういった形を取ることが一般的と言われてますけどもね、全体的にサイドバックが押し上げるというイメージですね、そうですね、まあサイドの厚みは増しますけども一つ懸念としては味方サイドバックの裏に上がった分のスペースができてしまうので、そこのケアは必要になりますよね、はい、まさにカウンター要注意ってことですね、そうですね、これはわずかに右でした、オマーンが今のはなんとか相手のカウンターをしのいだというシーンでした、今のはシュートミスでしたけどもね、簡単にやられすぎですよね、大きなピンチから目を覚ますことがあると思うのでここからは集中してほしいですよね、ムバッペ、
ここは通しません。裏を狙っていきます。どうだ、クリーだ、シュート、ロディス拾いたい。ここで増えた。素晴らしいシュートで前半を終えます。まだスコアレスです。さあ前半いかがでしたか。かなりの打ち合いになりましたよね。ただ守りの観点から言うと簡単にシュートまで持っていかれているということですから、お互いに楽観視はできない状況でしたね。フランス対オマーン、前半を終え0対0、後半へと折り返します。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。引き締まったゲームになってますけど、このまま終わるとは思いませんよね。はい、スローインをカット、これは読んでいました。フランス、これは奪い返します。グリーズマンからアーチのようなパス、カット、さあ来た、どうだこのシュート、来た、先制フランス。ようやく均衡を破りますフランス。ジルー、最後キーパーとの対決、見事決めましたね。いや、決めて当たり前のシーンこそプレッシャーは重くのしかかってきますからね。特にこういった1対1のシーンでは瞬時にキーパーに見て見てコースを決める冷静さが必要ですからね。まあそういったものを背負いつつも確実に決めてくるあたりが素晴らしいでしょうね。さあフランス先制、1対0です。1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、はい、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。なるほど。さあ繋がるか、シュート、押すと左をかすめていきました。フランス決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。どうする、プレスからボールがこぼれる。お、いい形じゃないですか。抜けてくる、緩いボール。さあどうする、ボールを受けてシュート、いやファインセーブです。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いやよく取れましたね。オマーチャンスを迎えてシーンがありました。キーパーから前線へ、激しいボールの奪い合い。裏のスペースを狙う、ここで受ける、チャンスを演出できるか、これはなかなかこじ開けられない。ジルー、先ほどから北澤さん、しっかりチェックされていますね。そうですね、今日はシュートも打ってますし、これも決めてますからね。ここはすぐ奪い返します。フランス上げる、さあシュートレンジだ、縦へのボール、オマーンメンバーチェンジです。裏へ届くか、裏へのスルーパス、裏へ抜けた、スペースを狙う、コマン、このボールに触ります。長いボールを送ります。ふわっと裏を狙う、ここはキーパー処理しました。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、危ない、抜けた、勝負のシーン、守備陣ゴール前の突破を許してしまいました。非常にこうアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコースを見つけてましたよね。
フランス決定的なチャンスを収めることができませんでした。裏を狙う。コマンからムバッペ。テキールからグリーズマン。これはもう相手チームはどこをケアしているのかがわからないような鮮やかなショットですね。おそらく相手も警戒していたんでしょうけどね、ここぞというタイミングですからね、それを決め切るところがまた素晴らしいですよね。オマーン、立て続けに選手を入れ替えてきます。さあフランス、さらに1点を追加し2対0としています。いやいいゴールですね、はい、精神的なアドバンテージっていうものも非常に大きくなりますからね。そうですね、一気に縦へのアーチ、スルーパスを出す。フェキールからジルー、ジルーからフェキール、裏のスペースを狙う。ゴールでした。ラインギリギリだったでしょうか。これは際どかったですね。そうですね、出しても受けても一つ積極的に仕掛ける姿勢がこのゴールを生み出しましたよね。グリーズマン、もう2点目のゴールです。さあフランス、フットボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。いやこうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね、はい、非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。さあどこに出してくる。オマーン、ここでファウルをもらいます。危ない状況でしたからね、あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。キーパーにとっては嫌な位置でしょう。1点詰めておきたい。うわー曲がる。うわですね、フランス奪い返します。大きく縦へ、素晴らしいパス。カウンターを仕掛けます。ドリブルで上がる。通るのかこのパス。このパスを防ぎます。オフサイドです。いけるか。さあ右サイドから上がっていく。スペースを狙った。体を張ったプレー。おっとこぼれてる。長いボールを振ります。ここで笛です。3対0フランス、大差で勝ちました。さて北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。フランスとしてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。そうですね、ありがとうございます。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。フランスが3対0で快勝しています。